速で走っているんですけども、3速でも問題ないでしょうね。ちょっと入れてみましょうか。はい、もうそうですね、これぐらいの峠道だともう2速も3速も変わらない。こういう風にね、コーナーの奥深いところでもシフトダウンする必要性は全然感じられないですね。まあ、それぐらいこのエンジンというのは、まあ、常用域においても下から上の方まで本当にフレキシブル、守備範囲が広いエンジンという感じがします。そしてこの峠道に到達するまでに、先ほど、まあ、市街地というかね、ちょっとした交通が混んでる場所を走っていたんですが、この車体はね、本当に安定していて、歩くよりもゆっくりと進む時も本当にね、ビシッと安定してるんですよね。なので渋滞路もね、本当に苦にならないという感じがします。ご覧の通り路面荒れてるんですけども、こういう状況においてもね、やはりこのオーリンズを装着した SP が優位かというと、ちょっとわからないな、本当にわからない。ここまではね、特にお世話になることもなかったんですけども、ブレンボのブレーキシステムというかね、キャリパーを採用したフロントブレーキ、どうでしょうかね。レバーのタッチはね、意外と重々しいんですよね。そんなに軽く、スーパースポーツのようにね、スパッと握れるという感じじゃないんですよね。ぐーっとレバーが動くという感じで、意外とね、レバーの握り心地はそんなに軽快じゃないというか、重々しいというか、これほどね、こう手応えのあるブレーキレバーは久しぶりだなという感じですね。決して悪いという意味ではないんですけども、軽くね、こうカチャカチャというかね、スーッと握れてしまうブレーキレバーではないということはお伝えしておきたいと思います。あと利き味なんですけども、これもね、ブレンボーということで、まあ、ブレーキの、ね、利き味、キャリパーだけで決まるもんじゃないですけども、もっとスーパースポーツ的な利きかと思いきや、意外と通常のロードスポーツに寄せてあるというか、そういうチューニングになってるんですよね。これはね、あえてね、そうしてあるんだと思うんですよね。そんなにこうレーシーなというかね、スーパースポーツのようにこうオートマチックに制動力がクーッと高まっていくタイプではないですね。あくまでも握ったら握った分だけ効くという感じ。そうですね、さっきの S 字のような切り返しのところで薄く、そして強く当ててみたんですけども、そういう感じですね。次のコーナーでちょっと強く行ってみましょうか。はい、そうですね、やっぱりそうですね、結構強く効かせるためにはそれなりに握る必要があるというか、レバーを引く必要がある、そういう印象ですね。今度リアブレーキどうかな。まあ、リアはね、これスタンダードと変わらないんで、やはりね、実用的な制動力があるタイプ、使いやすいですね。まあ、それよりもちょっと印象的なのは、まあ、これもね、スタンダードと比べてこれがね、明確に優れているかというとちょっとわかんないんですけど、 E という意味でやっぱりそのフロントブレーキ握った時のそのフロントフォークのね、沈み方が上質なんですよね。なので安心してフロントタイヤに乗っかっていける、ブレーキングの時に、まあ、そういう印象ですね。もう一回、そうですね、まあ、ただスタンダードと比べて明確に優位性があるかと言われると、ちょっとわからんという感じですね。はい、それではね、峠道をもう1往復だけしてみたいと思います。一般行動なんで速度は上げませんが、ちょっとエンジン回し気味で行きたいと思います。さすがに2速だとエンジンのね、気持ちのいいバックトルクも当てにできるんで、本当にフロントブレーキのレバーに触る必要もないという感じですね。少々ね、急なコーナーも薄くリアブレーキ当ててやるだけでもうそれで十分という感じ。今特にね、上りなんでそんな感じですね。
アブレーキよく効きますね。その制動という意味でよく効きますし、そのまま制動をかけたままちょっとねリアブレーキを引きずって車体の安定性を稼ぐ、駆動力を調整する、そういったことにもねすぐにその制動からそのまま移行しやすい、そういうリアブレーキになってますね。まあ個体差かもしれないですけど、ちょっとね状況によっていつもじゃないですけど鳴く時があるんですよね。キーキーキーってねちょっと鳴く時があって、まあ、それがねちょっと気になるかなという気がしますけどね。それにしてもねこれだけでかいバイクなんですけども、このような S 字のような切り返しのような場所も本当に軽快ですね。そしてここからもうベタッと寝てくれるということで、本当に楽にそして早くスポーティーにライディングできる、そういうモデルだなと思いますね。ハンドリングに関してはもうこれはもうスタンダードの時に確か私は、まあ、ニュートラルなハンドリングって言っても人によってねかなり違いがあると思うんですけど、まあ私にとってのニュートラルなハンドリングのもうお手本みたいなもんですね。あとこのようにねコーナーに進入する時もそこもねちょっとホンダらしいんですけども、そのライダーがね視線を向けた方向にそのまま入っていくようなその面倒見の良さというか、あこっち行くのねってバイクの方がもう先にそのライダーの意思を察知するかのような、まあ、そういう感じなんですよね。なのでハンドリングは非常にこうなんていうかセンシティブというかね、敏感なんでしょうけども、そこから先ライダーの意思に反したような曲がり方をしてないんで、まあそういうね感じ方になるんだと思いますけども、このあたりのね本当に峠道でのその面倒見の良さというのは本当にホンダらしいなと。こういうとこもそうですね、もうスッと勝手にバイクが曲がってってくれるというかね、そういう感じですね。こういうねバイクを倒している時間が長いコーナーも安心感たっぷりという印象ですね。はい、じゃあ峠道をね登り切ったんでいつもとちょっと U ターンしてみましょうか。ですけど路肩のラインを割り込んでしまいましたね。自分のバイクだとねもっと思い切ってグリッと引けるんだと思いますけども、なかなかね借り物のバイクだとそこはちょっと安全にという感じになってしまうんですが、まあそういう感じで U ターンすると、まああのような曲がり方ということですね。いやそれにしてもね、まあ、この SP がという、まあ、そういうテーマからちょっと外れちゃうんですけども、あ、リスですね。やっぱりこの CB1300 スーパーフォア、まあ、ボルドールもそうですけども、まあやっぱりいいバイクですよね。基本的にはもうちょっと文句のつけようもないというか、そういう感じのバイクだと思います。 CB400 スーパーフォアなんかもそうなんですけども、まあよくね、視聴者の皆さんもコメントくださいますけども、その欠点らしい欠点が全くないのが、唯一の欠点かなというようなコメントをいただくことも多いんですけどもね、全くその通りなんですよね。あとはまあこういう、まあ、ネイキッドバイクが好きであるかどうか、そして自分の、まあ、普段の用途に合っているかどうかですよね。それはもうとにかく速く走りたいというんであればスーパースポーツに勝るものはないと思いますが、もうちょっとねこうスタンダードなバイクを楽しみたいと考えているライダーにとっては、本当にもうこれ以上の相棒はなかなかないと言っても過言ではないと思います。あと最後にですね、このモデルのまあその走りとはね直接関係ない部分ですけど、まずね音が良くなりましたね。音が良くなってなおかつこう、まあ、良くなったというかね、音量がね相当上がったなという感じがするんですよね。これはまあ昨今のね、規制、まあ、海外との統一なども影響しているのかなと思いますけれども、いずれにしてもねちょっと、市街地でねこうスタートするときなんかはちょっと気を使うかなというぐらいこう威勢のいいというか元気のいいというかね、直四らしい音がこういきなりボンと聞こえるという感じですね。
あと今日私はいつもの通りタナックスさんの、上下2機室に分かれているタイプのちょっとね背の高いシートバッグを装着しているんですが、タンデムシートの部分もね、座面が広いというかね、ワイドなので安定して取り付けることができますね。ただちょっと気をつけなくてはいけないのは、そのシートバッグをね少し前寄りに装着してしまうと意外とね疲れやすいんですよね。ライダーが着座位置を、まあ、知らず知らずのうちに前にずらしてしまうんで、まあ、そうするとね高速道路でもちょっとコメントしましたけども、後ろの方の座面はすごいワイドなんですけど、前の方はね少し絞り込まれてるんで、そこにね長時間座ってしまうとロングツーリングの場合などはちょっとねお尻が痛くなってくるんですよね。その点はちょっと気をつけた方がいいかなと。このね座り心地のいいシートを存分に生かすためにはシートバッグ装着する場合はできるだけ後ろ目に装着した方がいいかもしれないですね。あとはそうですね、このホンダ純正のグリップヒーター標準装備なんですけれども、まあやっぱりねついてるんでありがたいんですけども、個人的な印象としてはね温度の高さいまいちなんですよね。こういうものはその玄関機厚手のグローブと組み合わせて併用して使うものなので、やっぱり、ね、もう一段温度高くなってくれないと、真冬はねちょっと効くには効くんですけど物足りないと感じる方も多いんじゃないでしょうかね。あともう一点、スロットルの開け始めエンジンがねややその敏感なんですよね。なので例えばバンピーな路面などを走っているとライダーはスロットルを一定に維持しているつもりでも、車体のねこの角度が変わってしまうんでピッチングの影響を受けてスロットル回路がね変わってしまう時があるんですよね。そうするとこうライダーはコンスタントスロットルで行ってるつもりなんだけど、微妙にそのインジェクションというかね、スロットルがオンオフをしてしまってギクシャクしているなと感じてしまう時があるんですよね。このスロットルレスポンスだけはねちょっとその開け始めのところだけですけども、もうちょっと穏やかにチューニングしてもよかったのかなと個人的には思います。まあ、ただねそれ以外は先ほどもコメントした通り相変わらずほぼほぼ文句のつけようのないバイクだと思います。